はいどうも、西高一郎の西遊記です。本日はですね、前回の、あ、準レギュラーですね、西高一郎の西遊記準レギュラーの富田翔くんとポンポーンそんなチャラ男でしたっけそんなチャラ男でしたっけ。どうも皆様、約2ヶ月3ヶ月ぶりですかね。あ、そんな経ちます？5月4月末あ、そうだっけ、うん、はい、ということで今回はもう一人、なんと来るということでですね、ちょっと待ってます。超久しぶりですね。20年、22年ぶりぐらいかなやべえ、朝一の変なボケしちゃってる。後で後悔するわということで待ってみましょうくんが電話してる。今どこですか？あの喫煙所？喫煙所渡っていただいて反対側に、道挟んで反対側があるじゃん、ローソン側。今ハットかぶってる？黒のハットね。青のランプが止まってんじゃん。うん、そこに来てください。来ました。山登りスタイルで来ましたね。登山でも行くつもりなんですかね。はい、おはようございます。はい、おはようございます。どうもお久しぶりでございます。おはよう。はい、バジャー、暴れブラックを演じられました阿部薫くんです。ハロー YouTube。 やべー、初めて出ましたんだよ。え、ちょっと待って、順応早くないですか？やばい、 YouTube 初登場しちゃったよ前回の俺とちょっと違うんだけど。全然違うね。もうちょい戸惑いあったけどなバレてるからこんなにこんなにいけんだ、すぐ。はい、ということで、はい、今回は、このアバレンジャー3人でやっていきたいと思いまーす。よろしくお願いしまーす。これもうあれだよ、もう公式チャンネルじゃないの？違うので、公式チャンネルだ。いや、僕のチャンネルですね。これ非公式です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストの西高一郎さんです。あー、こんにちは。違うわ。いや、ここなんかやっぱいいですね、この場所。はい、じゃあやりますよ。はい、はい、どうも、西高一郎の西遊記です。本日は、ゲストお二人に来ていただいてます。まずは暴れブルーを演じてくださいました、西高一郎の西遊記準レギュラー富田翔くんです。西高一郎って紹介かと思っちゃった俺。準レギュラー、どうも富田です。はい、続きまして暴れブラック役を演じましたですね、阿部薫くんです。どうも、阿部です。はい、どうもよろしくお願いします。この3人でやっていきます。ということでね、今回は何をしようかなって言いますとですね、はい、前回ショーに出ていただいたチャンネルがあるじゃないですか。はい、出ましたね。あちらの方に、はい、皆さんから質問がどんどん来てましてですね。お、来てる。はい、すごい。で、それを薫に答えてもらおう。なるほど。いいよ、受けてた方おし答えてくれるんだ。答えよう。ということでね、翔くんと、僕に来たコメントをみんなで返していこうっていうことになります。みんなコメントありがとう。そうですね、本当ありがとうございます。俺と西くんの気持ちになって答えてね。そうか、暴れブルーが難しいな。俺暴れイエローにしかなったことないから、ね、なってたよね。みんな久しぶり。すごいよ、翔くん。コメント83件も来てるよ。お、やば。じゃあ一気に答えちゃう。どんどん進めていきましょう。俺ゲストにしちゃうよ、これバンバン答えていきましょう。バンバン答えていきます。バンバン、はい、赤座バンバン、イエローやブラック、キラーともコラボレートしてほしいです、はい、っていうことで、ブラックは、今回出てくださいました。次、暴れブラック。あ、小学校の頃学校行くの嫌だったけど、日曜日のアバレンジャーがあったから頑張って学校に行けました。イエローがみたいに周りを明るくする強い人に、ユキトンのようにかっこよくなりたいって思ってましたですって、はい、これ質問じゃないな。答えこれに答えんの間違いないいいじゃん、いいじゃん。いや、でもありがたいよね、はいはいはい、やっぱこうアバレンジャー見て、ね、学校行きたいとか言ってくれたら嬉しいよね。お二人が同じ画面上での共演は、はい、多分デカレンアバレン以来なのでしょうかって。あ、そう、同じ画面上だとそうなのかもね。あ、そう、あれだね、シャリバンも同じ画面ではなかったしね。そうだね、そんな感じ。シャリバンも出てんだよ、我々、うん、あ、そうなんだ。そう、そう、あ、なんかごめん、なんかごめんって言うけど、そうなんだよ。じゃあそれ、それどう、阿部くん、二人の共演はバレン、まあ間違いないよねなんかまあ、ずっと好きですみたいなやつがやっぱ多いから、まあバレンジャーってやってよかったですね。もう死ぬまで好きでいてくださいね。いいじゃん。素敵に年齢重ねた今のお二人ががっつりお芝居で共演してるところもぜひ見たいです。はい、どうぞ俺ら二人が共演した方がっつり見てみたいです。いや、やめた方がいいなんでだよ。だって芝居っていう意味では、はい、もう本当にずっとだからしてないってことじゃん、一緒に。そうだね、一回したいね。アバレンジャー以外で共演したってのは、俺だから小一郎と舞台やったか、ドラマで、だからドラマだよね。
京都地検の女、そうだね、名取裕子さんが主役のドラマで、はい、あ、そうだね、まあ、光一郎とアバレンジャー以外の役で出会ったみたいな、うんうん、入院してて出れなかったもんね、うん、そうそうそう、あれはね、こう言っていいのかな、まあ、本当は翔くん出る予定だった、ね、そうそう、あれもウィキペディアにも書いてあるもん、だって翔くんがなんか、なんだっけ、ブルルンで病気になっちゃって、ブルルン応援してないの、次、こんなチャンネルがあるなんてって、うちの YouTube のことね、うん、自分が幼少期一番見てたのはアバレンジャーで、四つ下の、うん、いとこと祖父の家でいつも見てました、相変わらずかっこよすぎる、だって、アバレットは南の帝王に出てってらして、すごく嬉しかった記憶があるってそう、南の帝王から暴れんじゃって振り幅すごいよね、すごいね、まあ、そうだね、すごいよね、まあ、両方暴れてるしね、両方ね、ああ、まあ、どっちかって言ったらどっち、うん、どっちが合ってるかなと思う、どっちが合ってる、自分では両方じゃないどこがだよ、この格好で言う、この格好で言いますはい、富田翔の見た目と、だ見た目と裏腹に熱さが伝わってくるだった、ね、ああ、そう、お前の見た目クールだもんね、やっぱ熱い話だからね、前回、そうそう、次は香織いなかったから熱い話とかできたのよ、超真面目な話だ、なんか俺いたらふざけた話しかできないみたいになるじゃんそれじゃ違うでしょ、いや絶対あれ、それは営業トークだよいや熱いよ、みんな熱いです、後でさ思うけど、不思議と当時のこと話してるとそのモードになってきちゃうのよ、なんか、そうだよ、それは分かる、あの時あれだったみたいな、ちょっとなってるもん、そうなるよね、なるなる、でも暑かった、みんな暑かった、芝居にも暑かったし、ね、当時、いや、それ以外では今も暑かれいや撮影じゃないオフの時は、はい、やっぱこう、あ、うん、楽しくさ、うん、過ごしてたけど、撮影の時はやっぱみんな真面目にやるよ、真面目だったよね、やっぱね、うん、なんか役に没頭してたしさ、うん、結構なんか意見とかも言ってたしね、まあそうそうそうね、うん、その分オフになるとちょっとやっぱ遊ぶもね、ふざけるとこふざけるしみたいな、だから仲良かったと思うんだよね、はい、うちらって今でも仲いいしね、息子にユキトという名前を名付けましたので、おお、ユキト、ユキトさん元気か、うん、すごい、やっぱ将来はカリスマ整体師、はい、やってるこれいいね、いいね、すごいね、その影響力はすごいね、そのユキトさんにいいねをあげる、ラッキーこの動画もね、いいね、よろしく、ハリケンジャーとデカレンジャーと共演した時の話聞きたいです、だって、あ、VS でね、そう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 、ハリケンジャーはどうでした、なんかめちゃくちゃパワーあるなって感じだった、で特に多分俺らもそう思われてたのかなって思うけど、ゴリゴリの撮影中だったじゃん俺らって、もうしかもあれ10月頃とか、なんか、あ、そうかもしれない、だから結構疲弊してる段階なのよ、なんかその時に半年ぶりに集まりましたみたいな、あ、彼らはね、テンションでハリケンジャー来るわけじゃん、圧倒された思い出がある、なんか出来上がってたよね、テンションの高さが、ショーが圧倒されるテンションの高さの中でよっぽど高かったんだろうね、あとみんなでけえし、でかかった、デカレンジャーだった、それこそハリケンジャーがハリケンジャーがデカレンジャーのデカいレンジャーだったよね、西君がだって178で、うん、カオルが181でしょ、で2人でけえなと思ったら白川いるもんね、全然でかいもんね、全然でかかった、純烈の方ですよ今白川君、はい、4m60くらいあったじゃん、当時びっくりしちゃって、ハリケンのみんなは結構アクションできたんだよね、あ、そうそうそう、運動神経良かった、そうそうそう、トランポリンとかね、そうそう、だから結構なんていうのね、運動系だったし、はい、現場やっぱその戦隊によって雰囲気って違うんだな、うん、みたいな、だからハリケンのみんなが撮ってる時の、うん、やっぱスタッフさんの感じとかやっぱなんか雰囲気が独特っていうか、ね、ハリケン帰ってきたみたいなね、そうそうそう、でアバアバでアバのね、うん、メンバーな感じになるけど、デカレンは、デカレンの時はだからそれこそ俺たちが久々みたいなさ、そうそうそう、感じでちょっとそういうテンションだったかな、そうそうそう、アバレンジャーの雰囲気みたいなね、あ、こういう感じだったんだって思ったけどね、なんか VS シリーズがあんまり記憶ないんだよ、ね、だってさ、西君はレッドとしかいない設定だったから、両方とも、そう、レッド同士で行動するんだ、あれ、あ、だから翔也と最初捕まるかなんかじゃなくて、そう、なんか拘束されてたのって、あ、デカレンジャーにね、そう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 、で、その後、あの赤座バンバンと2人で、そういうことか、で、西君、あのハリケーンの方は翔也俊と2人と、で君らはみんなと行動してんの、カオルも、いや俺はね、後半でなんかカブトライジャーと、あれで白川くんと京くんとカオル、はい、田中幸太郎さんとのエピソードを教えてください、もう一言で答えですね、ああ、はい、東映に住んでるのかってぐらいなんか馴染んでた、あのジャックさんの部屋にずっといた、ジャージ姿で東映によくいたっていう、そうだね、うん、あと西くんは幸太郎の思い出なんかある、幸太郎はね、あのその当時僕ら大泉に住んでたんですよ、うん、だからよく2人で飲みに行ってた、だよね、うん、なんかすごい東映でよく見るみたいな、確かにね、2人はそうだ、近く住んだもんね、そうそう、で幸太郎はさ、もう本当に一番君らより共演が多いから、その後も
まあ、だからよく結構アバレットとアバレキラーってね、マスターね、ぶつかるというか、関わり合いが多かったもんね。割と多分、君らは二人仲良かったじゃん。うん、俺は割と孝太郎と仲良かったから。まあ確かになんかそんなイメージだったね。はい、次、スーツアクターさんとのエピソードを教えてくださいだって。まあ、最初の頃がやっぱり僕らはそのなんか動きをシンクロさせたりとか、なんかそういうために僕らがもちろん出てないところも現場行ったりとか残って見てたりとかして、俺はだからブルーの三村さんと一緒にじゃあこの時はこういう動き、俺はこういう癖つけるんでこういうのを入れてくださいとか、あじゃあこっちはこういうのやるからこれも入れようよとかっていう話をすごいしてた。でも初めは本当にした。俺も福沢さん、福沢さん超話した。だってさ、2人で1人を演じるっていうことがそんなこと果たしてできんのかって思ってたから、うんうん、でもだいぶ打ち合わせしないとまずいじゃんって俺は思っちゃったね。変わるわ。草加さんとの思い出。草加さんとはね、実は芝居のところで話っていうのはしてないの。そうなんだ。全然実は。ただで俺もそうなんだけど、草加さんも結構話さないタイプっていうか。ああそうかもね。うん、だから。唯一話してなんか草加さんと打ち解けれたなと思ったのが、なんか草加さんの昔の思い出話っていうか、をなんかの打ち上げで2人になった時に話聞いて、で俺ちっちゃい頃さいじめられてたんだよねって言われて、でなんかしないけど俺それ聞いた時になんかもうプロー投げてきて、でそれでなんか草加さんとなんか近づけたなと思った。その時に、そんなことあった。そんなことだった。それいい思い出じゃん。うん、それすごい印象強くて、はい、だから草加さんの演じる暴れブラックってこう撮影で出てくるんじゃん、現場でやってるじゃん、それ見て俺は俺なりになんかアスカやったりしたし、で草加さんもねよく見てくれてたのよ、その俺がやってる芝居のところで、草加さんよく見てんだよね、なんか、だからそれ見ながらなんかすごくやってくれてるなって感じだったから。まあでも確かにスーツアクターの方にやってもらってる方に寄したっていうのはあるよね。あるある、ちょっとあるよ、やっぱね、あるある、俺もある。動きをこう、動きは向こうのプロじゃん。そうだから、こんぐらい大きさにやった方が伝わるんだみたいなやつとかはやったかもしれない。そうね、あとまあありがたいよね、その自分らがじゃあなんかそのポーズやる時とかに、そちら参考になるし。だってさ、その一人の役をさ二人で考えれるってことは二倍考えれるってことだからね。そうね、確かに二倍掘れるってことなんだよ。だそれってすごいなって。アバレッドの福沢さん、福沢さんで印象だったのは、はい、アバレッドになった時に、アバレッドってちょっとこんな感じじゃん、なんかティラノザウルスみたいな、これの手の角度すごい悩んで考えてたの俺すっごい覚えてる。なるほどね。なんかすごいね。と思って。今やね、名アクション監督ですからね。はい、他の戦隊仮面ライダーのオーディションを受けたのが気になりますだって。俺はファイズとガオとハリケンジャー受けたのね。俺もだからファイズとアバレンジャーがない。俺もファイズとアバレンジャーしか受けたことない。あ、アバレンジャーの監督でどなたが一番厳しかったですかって。小中さんじゃない？誰が印象、逆になんか印象残ってる監督は？やっぱ諸田さんとか中澤さんとか結構ね。中澤さんがなんか最初そう助監督でまだ監督正式にっていう感じじゃなかったんだけど、途中からなったんだよね。でその時がなんかブラックの回とかだったんで、そうで中澤さんと結構話したりできてて、いや中澤さん面白いなと思って、結構若手でね、いろいろなの取り寄せ、確かにね、そう柔軟性ある人だったし、てか監督さんで厳しい人ってのはそんないなかったかな。みんないい人だった。アクション監督の武田さんが厳しかったんだよね。でもあの人一番面白かったよね。であと愛が一番あったよね、本当はね。いいか、やってみろ。やってみろ。いいんです。でもまあ当時はまだ俺はフィルムだったし、それこそちょっと職人さんの気質があったから、スタッフさんの方が厳しかったかな。厳しかった。そうだね。まあそんなとこかな、質問は。まあ、でもじゃあだいぶ思い出話もできる感じでしたね、今質問で。そうですね。はいですね、今回は前回ショーとさ、アバレンジャーのおもちゃは未だに売ってんのかっていうことをしたじゃない。で、アバレイエローしかなかったじゃん。はい、奇跡のね。そうなの。そう、アバレイエローしかなかったんだよ。で、今回はリベンジします。おお、もうアバレンジャーブルーもしくはレッド見つかるまで帰りません。ブラックないんかな。ブラック飛ばすなよ。ブラックっておもちゃあったんだな。ブラック一体も出てません。じゃあ阿部君、一回だけバグリューチェンジもらっていい？バグリューチェンジ。違って、コピースになっちゃった。手はこうだったじゃん。こうそうじゃん。ガオーでしょ、これ。そうガオー。暴れんじゃん。俺こんなしてなかったんだっけ。俺本当はこっちだったんだ。あ、そうじゃん。
無敵の竜神魂の方ね。そうじゃん、阿部くんなんか違ったんだよね、爆竜チェンジ。ライフハウス思い出すなこれもうコメント100点じゃねえかよやーべ、ダイノガッツみなぎってきたなんか見てすごいな、去年アバレンジャー終わったくらいのテンションそうで、ぼちぼちさ、もうお店も近づいてきたんだけど、あ、なるほど、もう今回はリベンジなんで、あ、いいね、もうどうしてもおもちゃがないことには話にならないんですよ、あ、まあ、俺はワクワクすっぞおもちゃ屋さんはい、アバレンジャーのおもちゃ果たしてあるんでしょうかね。ちょっと待って、ちょっと待ってください。早速です。アバレット550円、首だけ、はい、首だけ、マジか首レッド、いきなりあるじゃん、首だけありました。あと何それ、アバレンモンもいるじゃん、あ、いるじゃん、ほらほらほら、え、キラーもいる、すげえ、アバレンジャーあったんですけど、他にもちょっと探してみましょうね。これすごいね、西君、これ買おう、え、これ買って550円、じゃあこれはちなみに買うよ、うん、思ったよりすぐすぎてリアクション取れなかったんだ、俺もびっくりした今、ね、うん、やばい、目的達成しちゃったよ、素晴らしいじゃん、あっ、違う違う違う、なんかありそうだね、アバレンジャーないかな、っていうかさ、このアバレンジャーあったー、おー、すげー、てん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 、ちなみにこれが爆竜、これ見て、鋼の強さ6600円、向こう見ずに溢れる、これさ、プレミアついてんじゃない、6600円、こんなもん、もっと、こんなもんなの、これ、え、すごい、すごい、あったね、ちょっと待ってください、とんでもないコーナーがありました、赤だけの人形がいっぱいあります、じゃあいくよ、はい、じゃあ目つぶって当てるね、うん、あ、来た、おー、来た来た、元気爆大、アバレット、アバレット、やば、ツーショット、アバレット、これツーショット、ちなみにいくらなの、ちなみにね、値段ついてない、公開時のさ、うん、レンジャーキーだよ、で、これも買おう、なんでブルーなんだ、とりあえずアバレンジャーのおもちゃ結構売ってるってことですね、じゃあ、商品買いたいと思います、はい、これ欲しいんですけど、このアバレット購入します、僕も買ってくる、元気爆大、じゃあ今回はこちらの2点購入してみたいと思います、ということで、アバレンジャーのおもちゃは未だに売っているということで、はい、いや、あった、今回のロケも早くも奇跡が起こりましたね、いや、奇跡だらけですね、やっぱヒーレー、ヒーローはね、奇跡を起こすんです、ヒーレーって呼んでるの、ヒーローのこと、もうマジでこれ、ヒーレーはね、ブラックとブルーないのかな、もういいじゃん、レッドあったからだから、とりあえず、ちょっとここからは、別のところに行ってみたいと思います、OK、ロケ終わんないとこだった、今回初の試みでね、はい、YouTube 撮りながら、はい、インスタライブもしちゃおうっていう感じでやっていこうかなと思うんですけど、インスタライブ俺やったことないんだよ、初ですか、初ある、これある、じゃあやり方を教えてもらいながら、そうね、じゃあ早速、結構難しいよ、やってみる、やってみましょう、結構難しいからね、インスタライブ、これもうなんかやりますみたいなことやんなくていいの、さっきもつぶやいて、あ、本当、昼ぐらいにやりますって言ったから、じゃあやってみましょう、はい、じゃあ行ってみますね、はい、難しいからできっかな、これ難しいの、うん、もう配信始まってます、嘘、あ、こんにちは、こうやって始まってるわけですね、そうです、あ、ほら、端っこからみんな来てくれました、あ、そうですか、どうも、こんにちは、こんにちは、今、西小一郎 YouTube を、はい、撮影中でございまして、なんとその様子をインスタグラムでも、はい、やりつつ、うんうん、ここで話した会話が、うん、じゃあどう編集されてどこが使われてるのかとか、ああそうだね、このインスタライブ後の会話とかは YouTube で見てもらうという、ああそうですね、いい企画ですね、はい、めちゃくちゃいいじゃん、ロケ地いいんだよ、アバレンジャー見てました、ありがとうございます、当時3歳でした、ありがとうございます、アーカイブ残してくれるの嬉しい、ありがとうございます、トミショーン、本日はね、もう一人ゲストが来てくださってるんですよね、どっちだろう、
誰だろう。はい、お願いします。どうぞ。登山家おじさんです。はい、どうも、こんにちは。登山家おじさんです。どうも、はじめまして。どうも、こんにちは。どうもどうもどうも。ということで芸人か、芸人のトリオか。セミの BGM が、うん、セミ聞こえんだ、うん、そうだよ。セミの声って電話に通らないって知ってる？そうなの？そうだよ。なんで？あの周波数みたいなので、電話してて向こうのセミの声、うん、うるせえなって思ったことないでしょ、一回も。ない、人生で、うん、通んないの。へえ。じゃあけどカメラは。以上、豆知識でした。それではまた、ありがとうございました。来週。ということで、阿部さん、はい、お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。阿部です。ちなみに、はい、2人ともあの向こうの YouTube のカメラも意識してください。そうですね、はい、YouTube チャンネルだからね、はい、すごい同時進行、これ同時進行です。じゃあ西くんのいつもの YouTube の最初の挨拶みたいなのやってよ。はい、どうも、西高一の西遊記。今回はですね、アバレンジャーのゲスト2人をお呼びして、配信しております。はい、ハロー YouTube。アバレット、アバレットじゃないわ。アバレブルー役の富田翔くんと、よっ、暴れブラック役の阿部薫くんでーす。よろしくお願いします。セミの声すごいって、俺ら全然そんなすごくないのにね。ね、ちょっとセミ止めてくるわ。いけんの？いやでもね、はい、阿部くんとはもう数年ぶりですからね。そうだね。俺もね、あ、俺でもこね、薫とはちょこっと会ったけどね、吉本のイベントで。そうね、はい、うん、出させていただいて。翔くんとは本当、なんか翔くんの家以来だよね。いや、それも18年前じゃないか。そうだっけ。うちの実家によく泊まりに来てましたからね、阿部くんは。久々にね、会ってね、なんかあんま変わってない感じっていうかね。いや、そうだね、みんな変わってないとか思い出してきた。お、西君見て、アバレンレッドって言ってるよ。アバレッドだよ。欲しい。欲しい。ニアミス。今日朝から何したっけ、これね。これなんか面白いけど、 これね、もう今ロケしてきて、うん、戦利品なんで。前回は僕らのグッズがなかったんですよ。そうね、第1回目放送の時、うん、それがなんともう今回は2つも見つけて、ね、しかもレッドね、はい、かわいいこいつ。おじさんがはしゃいでる動画楽しいかな今。穴が飛んできたけど。ブルーは。なんか飛んできた、頭刺さった今。セミが飛んできた。ブルーはって、俺ブルーですよ。あ、ブルーがなかったんじゃないのって。そうなんですよ、レッド以外なかったよね。うん、そうなんだよ、ブルーね。みんな大事に撮ってんじゃない、家で。そっか、一人も売ってないもんね。そう、マジでツッコミ不在すぎて。おい、じゃあもうツッコミに回ってくれよ、カオルが。ツッコミはまあ西くんじゃないの、やっぱりね。関西弁もね、得意だし。わかったわかった、ツッコむわ、ね、前回ね、いろいろ思い出話しましたけど。はい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 、はい、今回ね、まあちょっとカオルが来て、うん、また当時のね、思い出もまた違うベクトルの思い出もあるじゃないですか。いろんなベクトルあるよね。ね、カオル、いや一番でも当時は俺は多分カオルと仲良かったから。そうやな。そう、なんか翔くんの家にとにかくなんかずっといたような気がする。すげー、うちの実家泊まってたもんね。そうね、阿部くんは。なんかサウナとか行ったり、カラオケ行ったり。カラオケとかね。カラオケよく行ってたのよ、俺ら。カラオケでなぜかファイズずっと歌ってたよ。なんてやねん。休憩時間にカラオケ行ったりしたの、俺ら。撮影の、うん、してた。撮影に集中せえよ。撮影は撮影じゃ声出しとかないとアフレコ行けなくなっちゃうから。そう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 。なんかね、準備体操みたいなもんだったよね。うん、でもこれ、セミが鳴いてるってことはもう夏だね。夏、もうね、完全に。梅雨明けしましたもんね。ね、ほんと。ちょっとまだ、若干日陰で涼しいけど、これ、ね、炎天下だったらやられちゃうね。今まで炎天下でしたからね、我々ロケ行って。そうだよ、そうだったっけ、うん、室内だったけど、ずっと移動中全部俺は走ったじゃん、車の中だけど。そうですか。はい、ということでね、はい、はい、カラオケ何歌うって来てるよ。で、当時はでも本当アバレンジャーの、うん、それこそ挿入歌とか、うん、そういうのもずっと一緒になんか歌ってた感じで。あれだって、さっき車の中でさ、うん、持ち歌歌ってたじゃん。ああ、あの、自分のアバレンジャーの時のキャラソングでしょ。キャラソング意外と覚えてるもんで。あかねにでしょ。ちょっとメロディーがちょっと違うね。あかねに。メロディーがちょっと違うね。俺のやつの、俺のやつちょうだい。ホエロバクリュー。違う、挿入歌の方。遠藤さんの方で。何やっけ。いつも本気で戦いの本気で夢はあれ、青木情熱ですね。追いかけてくビリビリマイセルすごいね、貸し切りだから今日キャンプみたいな。すごいね、山貸し切ったんでしょ。貸し切りました。すごいな、はい、ありがたいね、西高一郎 YouTube チャンネル。すごいですね、はい、なんか聞くところによると西くんちの山っていう。違うんですけど、それは違うんですけど西山って呼ばれてるんだから。あれじゃあお前2歳か。いやーねー、カオルはさ、うん、なんか俺西くんさ、前回さ、うんうん、あのオーディションの話よくしたじゃん。はいはい、しましたね。オーディションの記憶結構あってさ、はいはいはい、カオルのオーディションの思い出なんかある？俺はね、オーディション
一時最初から途中だったじゃん、こいつは最初からやった。最初だと思ってたよ、俺は。何最初って何？なんか途中から来る組と、で俺はね、一回一番最初って銀座の東映。あ、行ってない。行ってないでしょ。行ってない。多分途中なんだ。俺も俺は行った。俺行ってない。なんかそういう組があって、で俺は銀座の東映のオーディション初めてで行って、うん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 、一番最初ね、とにかくその前の、ハリケンとガオレンジャーも受けてて、うわ、香るわ。そうそう、だからもう3回目受けて、うん、まあ落ちたらもう諦めようと思ってたんだよね。で、うん、その時相当気合い入れてて、オーディション始まる前にその8回ぐらいまであったの。それを1回からずっとこう階段走って、なんでもうなんで体温めるためにもうずっと走ってもう体温めてなんかやってた。へー。いや、カオル覚えてんのが、とにかくギラギラしてて。あ、そうなんだっけ。いや、もう目バキバキできてて、もう絶対受かってやるぞぐらいだったので、俺なんか3次審査ぐらいの時は一緒だったの、きっと。うんうんうん、うん、そうそう、東映で。そうそうそう、最後ね、 G スターだっけ。そうで、オーディション行った時に、うん、一緒でちょっと人数減ったんだよね、うん、で帰り道でショーと一緒だったの。そうそう、電車で。へえ。で、その時にショーがなんか、俺あれ覚えてんだよね、俺レッドじゃなかったわって言った前回話したよ。あ、そうなの。一番最後の時ってことの帰りが一緒だったの。そう、あ、一番最後の1個前だ、だからの1個前。あ、なるほど。最終審査の前でショーと会ってたんだよね、はいはいはい、そう で俺レッドじゃねえわーみたいなのを喋ってて、あ、そうっつって、うん、俺なんだろうと思ったそうね。じゃあその頃からもう君たちは受かってる体でやってたわけ。もちろんもちろん。いや、もちろんね。はい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 、はい、でもすごくないで、なんかそんな感じだったよね。でそれで変わると、あの、あれじゃん、あの、もちろんさ、うん、連絡先も交換その時してないから、してない、じゃあ受かって、うん、次お会いしましょうつって今考えたらめちゃくちゃすごいよね、それって。すごいな、奇跡的じゃない。でも俺は、でも本当に印象に残ってた、西君と阿部薫。じゃあオーディションでよかったね、印象に残ってる2人が一緒になったなんか俺ね、ありがとうね。俺翔くんはオーディションでも結構ちゃら、なんかふざけてた気がするんだよねなんか俺なんか笑った気がするもん。俺結果残したくてさ、やっぱそれが本当は最終って言われてたんだけど、その次の週にもう一回あったんだよね。へえ。へえじゃないんだ、一緒にいただろ4人あんまもうじゃないんだよ本当に。いや最後、でもあの4次審査でまだとその実際の中にいて、うん、で今から名前あの、そうそうそう、呼んだ番号の人だけ残ってくださいみたいになって、あれがすげえ緊張したんだよ、ね、20人から10人の時だよ。そうそう、うわーったら呼ばれて、うん、おやーみたいなね。やりましたね。なんかこれオーディションの映像を見てみた。あー、オーディション映像ね、打ち上げでね見たんだよ俺たち。あるんだ、うん、あ、撮ってたね。撮ってて、アバレンジャーの打ち上げの時にそれ流したと。で俺たちの周りにいるその他のその時落ちたね、うん、子たちがデカレンジャーだったりするんだよね。林くんとかいたんだよ隣に。あ、全然わかんない。アバレンジャーのオーディションも一緒だった。受けてたんだよね。受けてたもん。そう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 、あれはびっくりした俺も。そう、最後見てそんな覚えてないわ俺全然。アバ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 レンジャー。あ、いいじゃんこれもう。だから、うん、だから西くんの最有機はもうこれで終わりにして終わりよ3人で、じゃああれだよ、あの、だからアバレンジャーごっこチャンネルでいいじゃん。なんでそれこっちでやっていいだろ。アバレンジャーごっこチャンネルでいいじゃん。どういうことすんだ、どういうことねえ、だから元本人だった人たちによる、うん、アバレンジャーごっこチャンネル、よくない。カールさんなんか社会貢献していこうぜインスタとかやってないのカール。やってない、何もやってない。ツイッターやってんじゃん。もう人間もやめようと思ってアベカール卒業。アベカール卒業いやもうだって今後ろからさ、阿部薫の声がさ、もう舞台見に来てくるぐらいの声量があるわけよ。すごいやっぱ薫までって人と会うの久しぶりなんだもんね。いや楽しいよ本当もう。あ、でもみんな本当ありがとうねこのコメント。いいよ、じゃあちょっと一回じゃあさ、俺ら前回やったからさ、返信やってよ。あ、そうだよ、返信やってよ。マジいいのか、本意気で。本意気で、本意気でやって覚えてるかっていうのを前回俺らやったのよ。いくぞ。それだけ違うんだよな。フッ、爆流チェンジ。あっ、いいね、ここは。いやいや、いいね。ボーン。テレテテレ、テレテテレ、ジャキーン、テレテテレ、ジャキーン、テレテテレ、テレ、ガオーン。いや、あの人、去年までやってました。いや、多分、まだやってんじゃない？アバレブラック。いやいや、もう、素晴らしい。すごい、だって、カオルここの鍵が入んなくて苦労してたもんね。すごいね。いいね。本当にすごいですよ。アバレットが見切れて。田中幸太郎くん、ね、田中幸太郎くんも会いたいよね。会いたいな。会いたい。幸太郎も会いたい人いっぱいいる。会
あとは、あとは、あとは誰だっけな、伊藤愛子だろ、お前そこは伊藤愛子ちゃんね。これこそ何年会ってないんだろうね。会ってないでしょ、だって、うん、え、あれは孝太郎はなんかたまに会ってたイメージあるよね。孝太郎はね、撮影とかで俺会ったの、ドラマの撮影とかで。写真送られてきたな、一回グループに。そう、あのね、不思議と孝太郎が警察で、うん、俺が犯人ってやつで孝太郎に捕まるっていう。ああ、まあっぽいもんね。やかましいわ。でもみっちゃんはさ、西島みっちゃん、うん、まあ、で俺その前に舞台で共演してんだよ。あ、そうなんや。そうそう、そうなの。そうそう、みんながあのヒーロー出身が集まる舞台、賞金稼ぎがあるので、その時はなんかブルーを集めるみたいな、剛と俺と、そう、平巻仁とかが、うん、敵チームのホストクラブみたいな。でもね、当時やっぱさ、はい、まあ、この間もだからめっちゃ西君と話してさ、どの時期が一番大変だったみたいな、うん、大変だった時期ね。春はいつだったの、大変だった時は。やっぱでも一番最初が一番大変だよね。なんか最初すごい甲冑着てたし、なんかもう外ロケ多くて、でアクションも結構あったから大変だったよね。でも慣れてなくて。そうだね、もうあれアベレンジャーだからね、実際。一話はね、アベ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 レンジャー、アベレンジャーが地球にやってきて1年間楽しむっていう。あ、そうなんだ。これさ、ショーの方の今インスタライブでさ、インスタライブさせてもらってんじゃん、うん、こっから俺のインスタチャンネルに切り替えてみてもいいの。あ、いいよいいよ。で、ちょっと私も初のインスタライブっていうのをやってみようと思います。いいよいいよ、西川一郎チャンネルの方で。みんないろいろやってんだな、はい、みんなこれ僕の方も見れたりするのかな。うん、それはもう西君の方から飛べるから。ちょっとまあ、いやね、ちょっと俺のあのショーチャンネルにも来てね、2人とも。あ、いいね。何ショーチャンネル。あのニコ生でやってるショーチャンネルっていうのが始まったんで。あ、そうですか。え、じゃあぜひぜひ、うん、ぜひぜひ。なんかこれだと今さ生配信って感じです、ね、いいね、なんかイベント中みたいな感じ。そうね、はいはい、アバレンジャーショーやってるみ、オンラインだよね、これオンラインアバレンジャーショーだよね、これね。むしろ何に一つもいいこと言ってないよ。当たり前のこと、ね、当たり前のことずっと言ってんだよ。今の時代はこうやってヒーローショーやるんだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。さよなら。はい、西高一のさゆき、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方いらっしゃいました、よろしくお願いいたします。 この辺だよね、この辺、この辺、こっち、こっちこっち、あっちかな、こっちかな、あっちかな、こっちかな。ここに出しようかな。はい、あとツイッターとインスタグラムもやってますので、そちらの方もフォローもお願いいたします。あとグッドボタン、こちらの方もぜひ押していただけると助かります。ということでですね、次回もおそらくアバレンジャーのこういう話になると思いますので、もう全編終わり、これで、はい、よろしくお願いいたします。終わり。では次回の動画でまた良い週末を。